Facebook、あ、じゃあ、間違えた、インスタグラムだ。ね、インスタグラムって何？ねえ、インスタグラムと Facebook って何が違うの？インスタグラムは絵を投稿するサイト？絵っていうか、写真？おしゃれ自慢。うわー、マジで無理だ。ね、じゃあ、まずさ、芸能人モデルローラがやってる分には許せるよ。いや、男できついよ、マジで。いや、特に俺たちみたいなやつは、俺言われたもん、その事務所のマネージャーに、ちゅんちゃん、インスタだけはマジでキモいからやめてって言われたもん。いや、俺やんないっすよ、つって。あんたツイッターでギリギリだよ、つって。俺がやってるとやっぱ痛いらしい、すっごい。その辺はやっぱ嗅覚あるなと思ったわ。やる気ねえけど。あれきついよなぁ。ちょっとなんかインスタ見に行こうぜ。おい、インスタ見に行こうぜ、誰かの。キヨのインスタ見ていいか、ちょっと。キヨのインスタちょっと見ていいか。なんかでもちゃんと、あ、こういう感じなんだ。ああ、なるほどね。なんか、別になんかあれだね。普通な感じなんだ。普通に。え、木を映ってねえじゃねえかよ。映 ってねえじゃねえかよ。何のためにインスタやってんだよ、これ。あ、なんか日常的になんかこういうことありましたよ、みたいな。西岡のインスタ見よ、西岡。おめえこれでや、怪我でああだこうだしてんのに、これで顔写真とかあげてた。俺マジで西岡、お前それちょっとちげえだろって俺本当につぶやくわ。それちげえだろ、西岡って。ああ、よかった、よかった。よかった、よかった、よかった。リハビリの様子。あ、よかった、よかった、よかった。よかった、よかった。これだったらいい。これだったらまだいいよ。よかった、よかった、よかった。安倍は戦いすぎてインスタやめた。よかった、よかった、よかった。え、でも、平田のインスタとか絶対やばそう。ちょっと見よう。平田のインスタ見ようぜ。あれ、まだ、あ、まだいいね。こういうのっていいじゃん。野球選手と、これはいいと思う、俺。だって見たいもん。プロ野球選手が普段、どんなことしてるのかって見たいもん。これ全然あり、全然あり。これありじゃない？いやらしくないよね。野球選手と、だったら全然あり。この藤浪と平田とかよ。いいじゃん、これいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。だからみんなのインスタ、ね、ちょっとさ、本当に個人情報だだ漏れで申し訳ないけどさ、おめえらがインスタ、おめえらのやってるインスタ見せてくれ。おい、視聴者がやってるインスタ見に行こうぜ。そしたら俺、ボロックソ言えるから。俺だ、野球選手とかだとやっぱ、手加減しよう。おめえらのインスタちょっと見せてくんね。なあ、男でも女でもいいわ。俺にボロックソ言われても、ちょっと割りやってるやついない？ああ、メール送ったって、OKOK、メール来たらしい。ちょっと待ってな。まず俺から見るわ。あ、え、これ見せていいのかな、これ。あ、全然おしゃれだ。これ見せていいのかな。あ、全然おしゃれ。なんか、いやらしくない。いや、多分これ本物だと思う。なんでかっていうと、フォロワーも少ないし、多分これ本物だと思うわ。なんか、普通、本当に、食べ物の写真とか、ニンテンドースイッチ、あと彼女写ってるから、多分。それはちょっとかわいそうだな。見られたら閉鎖するの分かった。 そういう、ちょ、ごめんな。ちょっと、悪い悪い。ちょっとごめんな、お前。ちょっとごめんな。見られたら閉鎖するってことは別に、見てもいいってことだよな。ちょっとこの人、見させてもらうね。え？全然、普通じゃん。全然普通。全然普通じゃん。まあまあ、でも、まあ可愛い。まだ冗談。なんなのこれは。なんだ、なに、これ写真だけポンってあげんの？へえ、この絵が好きなんだ。あ、お子さんといるんだ。いや、これいいじゃん。だってこれ、家族とのなんかね、絆みたいなの。あ、こういう使い方全然ありだな。いや、わかったわ。俺、インスタグラム痛いやつと痛くないやつの違い。ブスがインスタやってても別に痛くねえわ。今の人別にさ、多分見た目そんな過酷ないけど、頑張ってるサラリーマンみたいな。これ全然
精査する必要ない。よくない？全然閉鎖する必要ないわ。痛くない。ちゃんと利用できてるよ。普通にいいよな、ほら、見る、こ、じゃあ、うちのさ、視聴者がさ、こんだけ、支持を得るってなかなかいねえぞ。あ、その、30で、職歴あるやつは、多分、そんな痛くねえんだよ、結局。周りからどう見られてて、どういうふうに社会で自分が評価されてるかっていうのを確実に意識して生きてるから。で、大学生の、のやつとかやってるやつは、やっぱ痛いな。学生のやつは痛いよね。アメール食った？ちょっと待ってね。ほんと、くっそ痛いやついねえかな。スタバとかで、決めポーズして。やってるやつ。じーめ。ああ。いや、痛いやついねえわ。くっそもっとゴミみたいなやついると思ったのに。ちっきしょう、当てが外れたな。なぜかこいつは公平の顔写真あげてるけど。インスタに公平の顔あげるってどういうことだ？何か、ホットな話題があったのか？